さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さんこんにちは、水墨絵師の松木木然です。いつも見てくださってありがとうございます。今日も新しいお題目に挑戦していきましょう。今日はですね、朝顔を描きたいと思います。はい、まだね、チャンネル登録がお済みでない方、ぜひチャンネル登録していただきまして、一緒に朝顔を挑戦していきましょう。では。 スタートいたします。紙はね、今日玉板使います。つるつるの方に描いていきます。で、墨は河川の水墨墨液を使いますね。すでにバレットに入れております。はい、で、お筆はですね、えー、潮流小サイズを使っていきます <laughs>、えー。このですね、水墨の紙、水墨紙について、そして道具についてですね、選び方とか、えー、詳細の えー、コツやポイントなどは過去動画でお話ししている回がありますのでお手数ですが遡っていただいて合わせて見ていただけるとありがたいですはい、では始めていきましょう、えー、お筆をね必戦でよく洗いました毛先にね濃い墨ちょっと拭い取っていただいてパレットでコロコロしますパレットコロコロ方ね これ何やってるかというと、いう彫刻についても、えー、過去動画でですね彫刻の会、三木法の会などで詳しくご説明をしておりまして作り方などもですねポイントおしゃべりしておりますので、えー、お手数ですが遡っていただいて合わせて見ていただけるとより理解が深まると思います。 で、えー、簡単に言うとね彫刻はお筆の中に墨をどのように含ませるかどのような、えー、分量でいくかどこに、えー、墨を配置するかによって、えー 描き方がね変わってくるので、えー、作品それぞれに合わせてこの木をしていいただくという流れになりますで私がさっき言ってたパレットコロコロ法っていうのは私が勝手に名前をつけたんですけどあの三木法っていう方法でね今から書いていきたいと思うのでこの三木法を作るのに、えー、簡単な作り方と私が思って皆様に、えー、お勧めしている方法がパレットコロコロ法,法になります。 お花のですね、花びらから描いていきますね。勢いよくこう扇形に、ね、広げていくって感じですかね。ラッパ状にあって、白い線がね、こうついてると。 思うんですけどそこをちょっとね演出しますちょっとここかけちゃったので付け加えちゃいますね 朝顔をね、覚え浮かべていただくとこういう感じにあの白い線が入っていますよね。でこれを効果的に出したかったのでお筆のねこの運びをちょっと間隔空けてこう白いあの線ができるような配置にしました。はい、じゃあ次首のとこいきます。こんな感じで出しときますね。はい。 で、次に、額行きます。額は、あの、とっても濃い墨。つけます。一番濃い墨つけます。で、あの、ダブルね、アルファベットのダブルを書くように。はい、こんな感じですね。はい。で、中心ちょっと決めちゃいましょうか。 中木ぐらいをつけましての中心ねちょっと点をときましょう、はい、で次ですが葉っぱいきますね葉っぱは中木ぐらいかな中木ぐらいをつけて手先にちょっとのうぼくつけてコロコロしておきますねでとね犬の耳みたいな 感じかな。いいしょ。犬の耳みたいな感じに書いときますね。ここね。<laughs> はい。もう一枚ぐらい描こうかな。 次、茎なんですけれどあつるみたいな茎なのでちょっと柔らかい感じにしたいので注目にしていますで上からなだれ落ちるみたいな感じがいいのでこのぐらいに、ね、しておくといいかな。うん、で、つなげちゃいますね。 とつるのところ。つけちゃいます。毛先濃い墨つけまして、コロコロしておきますね。で。ちょっとだけ、あの水分取りましょう。この辺がいいかな。はんこすように。つけます。 ちょっとずらしてまたハンコを押すようにつけます。またずらして反ンするようにつけます。これがつぼみになります。濃い墨つけますね。額入れときます。額ちょっと長めにいきましょう。これもダブル書くみたいにはい書きますね。最後に、えー、葉脈いきましょう。濃い墨つけますね。 と、ね、この始まりが気にならないので始まりを変えちゃうよしでちょっとてんびをときます。 はい、出来上がりです。はい、朝顔の完成です。皆さんよかったらご参考にしてみてください。本日もご覧いただきましてありがとうございました。えー、是非ね、気に入っていただけましたらば、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木でしたまたすぐね。